ひできお疲れです。お疲れです。2回目やな。はい。ああいいね。2回目のテーマ、ヘアスタイル。はい。ひできの今のヘアスタイルはこいつから？いや、こっち来るのが決まって、うん。もう時間全然なかったんで、うん。静岡でお世話になってた美容師さんに、うん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 。とりあえずすぐ連絡して。うん、とりあえず髪の毛黒くしてもらって、あ、まあそうやなこっち来て、茶髪やったもんな、はい、うん、こっち来ましたでこっち来て一回切り行きました。あ、ほんと？ずっとこんな感じやっけ？こんな感じです、こんな感じです。あ、でも前行った時はもっと短かったかもしれないです。あ、かもしれん。うん、なんかそんなイメージあるわ。はい、今のはちょっと長いっす。そうやな、うん、黒くして、黒くしてました。あ、いいね。で、え、でもずっとじゃないやろこのヘアスタイルって。はい、どんどん変わっていくと思うんだけど、ちっちゃい時ってどうやったん？ちっちゃい時は小2から中3まで坊主です。ずっと？ずっとずっと坊主？ずっと坊主。もう長さは？長さは3ミリ。3ミリ、はい、3ミリったら結構短いよな。結構短いっすよね。え、はい、ずっと？ずっと。へえ。それは自分の意思で？いや、親が、父が、うん、なかなか厳しかったんで、おう、3ミリでちょっと伸びてきて、こ挟んで、うん、こっからちょっとでも毛がこうやって出てくる、うん、3ミリって。ああ、そうなんや。じゃあもう家で。家で。ああ、そうなんやね。はい、じゃあもうナスがまま、そうっす、ずっと坊主やったんや。そうっす。で、じゃあ高校から坊主じゃなくなったってことやな。はい。おう、その反動でどうなったん？いや、その反動でねその小2で坊主する前までは、うん、結構なんか顔とかこの肌の色に似合わず結構、うん、ストレートのサラッてした感じだったんですけど、その何年間かな坊主にしたおかげで、うん、伸ばし始めたらクルックルのテンパになっててそんなんあんねや。え、じゃあもっとちっちゃい時はサラサラの、サラサラ、俺のちっちゃい頃の写真とか結構サラサラっす。あ、そうなんや。で、どんな感じにしてたん？それの時は。サラサラ、ちょっと長かったん？ちょっと長めで、そんなめっちゃ長くはないっすけど、まあでもなんかこう、いい感じ。こうかけるぐらいの、いい感じの、いい感じのサラサラやったのに、坊主を続け、坊主を続け、いざ続け、高校になって、よっしゃ、伸ばそう。伸ばそう、伸ばしたら、くるくるくるって。あれあれこんなんじゃ、こんなはずじゃないってなりました。こんなはずじゃなかったと、はい、でどうしたの？くるくるし始めて。で、だからもうちょっとやっぱ高校生なんで、うん、やっぱ恥ずかしいじゃないですか、そういうの。まあ気にはなるわな。で、あったし、まあやっぱその時代もあってみんなこう、うん、ストレートとかにしたりしてたんで、うん、自分も高2ぐらいの頃しましたね。パーマかけてまっすぐしたってこと？そう、ストレート、ストレートパーマみたいなのしてた。そんなのしたん？今見返すと恥ずかしいっす、あの頃の自分の顔が。ああ、そう。まあでもそういう時期もあるわな、まあ、そう、仕方ないっす。でもなんか高3で、うん、ちょっとやっぱこれ違うなと、うん、ちょっとダサいかもと思って。お、気づいて。はい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 。で、高3の頃とかはもう結構もう短めの感じにしました。うん、まあ今より短い感じで。今より短くしました。で、プロになって。プロになって、うん、最初はこう様子伺って、うん、様子伺って、ね、いいかなっていうぐらいになって、うん、まあ、やっぱ染めてみたいじゃないですか、髪の毛を。うわー、それどのタイミングやったん？1年目って言っても、まあまあ高校3年生の頃からトップチームの方にもずっと行ってたんで、まあ周りにもいるし、はい、なんで先輩が、まあちょっともう1年間そのスタートが早かった分、うん、染めんのもちょっと早くていいかなと思って、お1年目の夏、夏か夏過ぎぐらいまでちょっと我慢したんですけど、お夏ぐらいだったかな、染めちゃった。染めました。最初はこうあんまり明るくない色から染めました。いい、どっちの方が似合うんかな。いや、俺は結構染めてる方が似合ってるとは自分では思ってますけど。思ってる？けど、まあ、見慣れてるかどうかの問題じゃないですか。まあ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 、それもあるし、今はとかは多分あれですね、急に染めたら自分でも違和感がすごいあると思います、うん、ああ、まあそうやな、俺は黒い方が似合ってると思うな。もうだいぶもう若くないんで。そうやな
そんな派手な色はもういいかなって。もうパパなってるし、はい、せっかくここ来てもう一回黒髪になってるんで、うんうん、そんな派手にはもういかないかなとちょっとずつ落ち着きに今思ってます、はい、だそうです、はい、じゃあちょっとずつ大人になっていってる秀樹のヘアスタイルにも注目ってことで、はい、そうです ね、まあ、でもっと顔がかっこよかったらね、いやいやいや、かっこええやん、かっこよろしいかな、まあ、半分隠れてるけど、うーん、隠さないと本当に、はい、気にせんでいいよ全然、はい、うん、そんな感じですね。よっしゃ、ヘアスタイルは怪我もだいぶね治ってきたから、はい、頑張ってまたピッチでプレー見してよ、プレーとじゃあ髪型に注目して、髪型に注目ということではい、OK です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お疲れです、お疲れです、ネギトお疲れです、お疲れです。ネギトやるときに急に雨降ってきたわ、なんでやろうな、なんでなんすかね、曇りやったのに、のまあまあテーマ関係ないから、洗濯嘘、もうリアルやってるっすわいいっすか、帰って思い出した、もう手遅れやからいいっちゃう、いいっちゃう、テーマ全然雨関係ないけど、ヘアスタイル、はい、まあ、リキッド、まあ、かっこいいな思うねんけど、いつも、いや、なんすか、えヘアスタイルってもう、うん、今こんな感じやろ、はい、高校はもう坊主やったんで、あ、まあね、はい、果実、なんかでも結構よくあるのは、うん、高校坊主だったのは、うん、だったその卒業したら、うん、結構みんな伸ばすっていう、はいはいはい、あるあるや、あるんですけど、うん、ガイナーレ、ガイナーレに入って伸ばしたって言ってもちょっとまあちょっと長いぐらい、あ、今よりは短い、今よりは長いですけど、え、これよりですよね、うん、もっと伸ばしてたん、もうちょっとだけ伸ばしたんですけど、めっちゃ反動出てるやん、そうっす、でも結局やっぱり短いのがいいなってなって、うん、まあ、切ったりとかもしたりとか、うん、そう、なんでまあなんか変わった髪型とかはやったことないです。あ、そうな、はい、今の長さがだいたい落ち着いた感じなん、そうですね、これでこの長さで どれぐらい、何すか、どれぐらいって、どれぐらいの期間ずっとこんな感じ、あ、でももうまあ4年ぐらい、あ、もうそうなんや、はい、あ、4年間もこんな感じで、そうです、染めたりもせずに、うん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 、茶色似合わないんで、うん、もう黒でずっといます、まあね、はい、うんうん、試合の時もうちょい固めてる、あ、固めてます、あ、じゃないとなんかそうやね、動きそうやもん、動きづらいんで、うんうんうん、まあワックスはつけます、うんうんうん、そうやな、はい、なんかやってみたい髪型とかあるん、ナイス、あ、もうじゃあないしばらくこの感じでいく、いや、ずっとこれでいいかなと思って、あ、多分結ぶのも多分僕似合わないんで、ああ、うん、ほんとシンプルが多分一番いいんで、そうやな、うん、まあ、これで、まあ、似合ってるし、はい、うん、まあ、ちょっとハゲてきたら坊主にしようかなと思ってるんですよね、ああ、それ俺に言うてる、いや全然、ここはつこってここはつこってとこ、うん、あのフリーやからここいや、ほんま、あの選択肢なくなるから、マジっすか、あの薄なってきたら、あ、うん、もう俺も薄なってきてからワンパターンやん、薄いっすか、え、薄いっすか、全然思ったことないですけど、まあ見る、いや全然、全然じゃないですか、ほんま、はい、お薬飲んでんの僕もは、もうなるかもしれないですね、そんな、いや、もう相談乗るよ、あ、ありがとうございます、なったら陰で、うん、お願いします、薬紹介する、あれですか、うん、小さい声で言うても全部 拾っとるけど拾ってんすよ、これ拾ってる、拾ってる、うん、こそっと言うて、その時は、はい、うん、何してんの、はい、まあまあ、ほんま今できる時にやっといた方がええっていうのは、あの先輩からのアドバイス、はい、え、先輩からのアドバイス、今あるうちに、髪あるうちに やりたいことやっときや、あ、いろんな髪の毛、そういうこと、わかりました、そういうことですよね、若いうちに楽しんで、はい、うん、ありがとうございます、お疲れですお疲れです締めがもう締めがもうダボってもてまるわ、まあ、大丈夫ですか、はい、ありがとうございました、ありがとう、お疲れです、ありがとうね、ありがとうございました、ゆうと、そしてヨンヒョン、久しぶり、久しぶりです、やっていこう、やっていきましょう、ね、もうだいぶ日本語もらってるからね、はい、大丈夫です、ね、はい、全然いけるでしょ、大丈夫、今回のテーマヘアスタイル、まず、ゆうとから聞くか、はい、今のヘアスタイルは
これいつから2週間前ぐらいです。違う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 2週間前じゃあもう形がねそんな切った期間じゃないやん形がねそう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 スタイル言うてんのにあスタイルですか、うん、前髪を上げ始めたのは、うん、中2の終わり頃え、うん、っていうことはそれまでは、まあ、それまではあの中学校の頃は、うん、結構なんか前髪命みたいになっててえ殺してたあったんすよずっとあってその時上どうなってるの上はこんな感じで前下ろしてたってことなんか全体的に下ろしてえこう前髪作ってああこう眉毛の上ぐらいまでフッってやってたほんでいやフーは言ってないですけどあやってないそれやってないなんか前髪命にしてたんすけどああその中2ぐらいにジャスティン・ビーバーにハマって洋楽っすね洋楽ハマってジャスティン・ビーバーにハマってジャスティン・ビーバーがなんか前髪上げててめっちゃかっこいいなって思ってその辺単純やなその辺ぐらいから前髪上げ出してそしたらもうここに髪の毛あるのがもうあもう嫌になったサッカーの時でも日常でもまあまあそらな嫌になってもう下ろさなくなってだからもうそっからずっと上げてるヘアスタイルですねあ全体感もそうっすねそんなに変化ない今みたいな感じだったのちょっとツーブロックしたりとかああ横ねはいだから大きな変化としてはその中2ぐらいの時に前髪上げるっていう大きな出来事なんやなそうっすねそこでユートのヘアスタイル歴史の中で、はい、ジャスティン・ビーバーが大きくあ影響を受けはいそうそんな感じっすね音楽ではなく形っす形はいそっちに影響を憧れて受けたとはいわあいいねヨンヒョンはいヨンヒョンこの髪型はずっといや僕もずっとじゃなくて僕は中3までめっちゃ髪は短かったんですけど、うん、見てみたいな短いやつずっと短かったんですけど高校入る時にちょっと髪伸びてみようかなと思って、うん、ちょっとチャレンジしてチャレンジしたん、はい、高校の時に、まあ、いろんな髪の毛してスタイルがだいぶ変わったけどずっと、うんまあ、今は、まあ、切りやすいなんか日本の美容師って言ったら、うん、なんか難しいからスタイル自分のスタイル言うのが難しいあ伝えるのが難しくて、はいはいまあ、シンプルであそっかそういうこともあんのか同じ髪で切ってます今あなるほどね本当はもうちょっと細かく言ったりしたいんや、はいはい、韓国だったら知ったけど今まで、うん、日本だったらちょっと難しいからあちょっと簡単な説明になっちゃういつも通りで切ってくださいそっか、はいそういう壁があんねんねジャスティン・ビーバー言うとばちゃうでほんま写真見せたい写真これにしてくださいああでもねえその通りにならんとこもあるやんやっぱそのモデルと違うしチャレンジも怖いですねあんまりチャレンジしないタイプからじゃあほんまはどんな髪型したいとかある僕も、うんまあ、先週としたら、うん岡山にはいるか分からんけど、うん、僕も前髪を上にユートみたいにしたいんですけどあんまりチャレンジが怖いちょっと見たことあるナイスこのお腹いやないいや上げてもいいんちゃ うんチャレンジできないまだはいまだ怖いですよねちょっとユート出番や俺の写真見せたらいいんじゃないですかジャスティン・ビーバー見せたら上げてくれるかもしれないこれにしてくださいあげるほらちょうどよあげるきっかけ待ちやじゃあ俺下ろすっすなんでやねん逆に何のウィーンやねんそれそしたら挑戦しやすいんやえ俺が下ろしたらいやそんな影響受けへんやんの関係ないやんなそれは関係ないっすなんかきっかけ待ちやわあげるまあ髪型は自分のあれなんですよなんやねんそんな人から影響受けてるやんまあまあそう影響受けた人がよう言うわ、まあ、やれやれって言ってやるもんじゃないあまあまあまあね、まあやってみたいねでもなやってみたいねだからけどちょっと勇気が欲しい、ね、この人みたいなの見つけたらいいやんこの人みたいなの髪いいなっつってちょっとずつ上げんのもええんちゃう、うん、ちょっとずつ出していく自分のなんか髪の強さとかあるんじゃないですかあみんな別じゃないですかだから柔らかいと降りてきちゃう、うんうん、そうやなちょっと強すぎてあ強いんやでも多分すぐ戻るとか、うん、あちょっと確かにね、うん難しいな
そのままだから。まあやってみたい。髪は出すか、うん、ないな。オールバックオールバック、うん、あ、でもいっちゃいけるっすか。急にやってきたらみんなびっくりするやろな。カチカチ、あいつオールバックしてきた。カチ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 に固めてバッキバキにしてきたらうーってなるやろな。そこまで。それとあのヨンヒョンの前髪上げるタイミングちょっと合わせて2人で。あ、急に2人、ほら1人ずつじゃなくて、あ、2人いたら2人ガッシャーっていきなり来たらもうクラブハウス内話題で持ちきりやで2人。いやー、それも勇気ないな。でも練習の時だけとかさ。ああ、それありっすね、うん、それやったらいいんじゃん、ヨンヒョンも。と急にもうなんかめっちゃ2人前髪ガッサ上げてきたでっていうの。もうあれんちゃう。ありっすね。ちょっと一回どっかのタイミングで俺めっちゃ写真とか撮るから、はい、その時は。その日待ってるよ。はい、待ってください、ね、今シーズン中に頼むよ。はい、まあ、できれば、うん、いや楽しみが増えました。はい、その時はちゃんとあのブログで俺写真付きで伝えるんで。はいはい、はい、できれば OK です。できるか、やってみます。ちょっと保険かけて、はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れです。お疲れ様です。今お疲れです。はい、お疲れ様です。今回のテーマ、はい、ヘアスタイル。ヘアスタイル、なるほど。ユーマのヘアスタイルについてちょっと聞きたいんだけど、はい、まあ、今の形結構長い。長いです。もうここ4年ぐらいしてんじゃないですか、ね、あ、はい、変わらないですね。変わってないね、はい。じゃあその前、まあ、ちょっとちっちゃい頃から行こうかな。ちっちゃい頃は、うん、パッツンのおかっぱがあったりしてましたね。もうちっちゃいながら。かわいいやろな。かわいく。かわいかったです。かわいく仕上がってんやろな、それ。パッツンのおかっぱ、はい、があり。はい、そうですね。かわいいなって思います、ね。思う写真残ってんねや。はい、ああ、いいな。から、から小学生とかになってって。小学生はどんなだったっけな。なんか前髪だけ。うん、ああでも、あーどうだろう。でも変、うん、まあそんな決まってない髪型してましたね。その後は前髪だけっていうのが気になるわ。前髪だけっていうか襟足だけは聞くけど前髪だけっていや、どうなってた。前髪だけこうまあ今に今あと真ん中でもやってたな。センター分け、はい、あ、前髪だけね。え、もう小学校の時から髪長かったん。いや長くないです、長くないです。どうやって分けててん。髪は長くないです。いや短い流れに分けてた。うっそもうそれが分からん。そうです、それが分からん。それを前髪のところだけ、はい、なんかセンターで分けたり、はい、横で分けたりしょったん。そうですね、そうですね。短いのに、はい、さすがユーマっぽいな、はい、そうですね。度肝抜かれるわ。はい、ありがとうございます。もう想像超えてるもん。できへんもん、想像できへんもん。いやいやいや、短いのにどう分けてんのって。いや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 、がそれは、はい、小学校。小学校ですね。ああ、中学校に上がったら、こうもうなんか決まってない髪型してますよね。でもなんか決まってないのどんなやろうな。いい美容院、床屋だったのかな。ああああああ、多分で途中で多分なんか美容院に変えようみたいな。あ、はい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 。で多分なって。うん、お兄さんが言ってて、お母さんも言ってたから、うん、美容院に変えてからちょっとずつこう決まりだしたというか。なるほど、そういう意味ね、はい、はい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 、そうです。で高校もまあそうですね、うん、高校はでもあと一回坊主にはなりましたね。ああ、はい、諸事情で。諸事情です。諸事情でね。まあまああるあるやな。あるあるです。うん、はい、ええ、あるあるです。あるあるで、はい、うんうん、それがあって、はい、でもうあれかプロか。そうです。あ、大学、あ、大学や。で、うん、はい、大学の時は、いや大学も、いやまあ大学もなんか今見ると変な髪型してますよ、ね、あ、そう、はい、まあ、大学の時で結構遊ぶやん、はい、チャレンジしたりするやん、はい、そんなことしてた。そんなことはしてないです。してないです。多分だダメだったんじゃん。あ、でもいいのかな。でも大学とかもう厳しかった。厳しい気がします。ダメな気がします。あ、そうなんや、はい、で山口ので1年プロになってからも山口も、うん、なんか茶髪にしたり、うん、
金髪にしたらいけないって言われてました。そうやったよね、今はちょっと分かんないですけど。えしたことあるん？いやないんですよ。だからあで、ま、岡山もダメじゃん、うん、ダメよ、はい、うん、だからないんですよ。お染めたことないんやないです。だからあプロになってそうなんやね、はい、でも一回山口の時になんか前髪だけこう前髪すっきゃなメッシュというかちょっとだけ入れる分にはまあ大丈夫だろうっていうか、なんかみんな金髪とかになしなければちょっとやってたりしてたんですよ多分。あかんやろ。で俺はでもその全部をやる勇気はなく、うん、前髪だけちょっとこうメッシュ入れるっていうのは余計目立つわやりましたけど、それだけというか一部だけね、はい、一部だけしかやってない、はい、で染めたことないんです。あやってみたいと思う。そうですね、なんか全然いいやと思ってたけど、うん、ちょっとやりたい、なんかなんだ社会人とかなってなかなかできないじゃないですか。まあね、なまあ職業によると思うんですけど、なんで今のうちっていうのもあるかもしれないし、はいはい、まあでも岡山はダメなんでね、別にしたく、まあまあしたい気持ちもちょっとあります。まあまあまあ理想としてね、はい、うん、そうですね。で茶色色は、ああ色ですか、うん、馬らしく似合う、なんでしょうかね。まあね、もともとちょっとだけ茶色かったりするんで。そうだね、はい、ちょっと薄い、はい、でだから僕はそうですよ、岡山に来た時とか、うん、なんか途中でなんか岡山の規定により染め直してくださいって言われたからあでもこれもともと地毛なのに地毛ですっつって、ああ、はい、京屋とかもそうやもんな、はい、うん、言って大丈夫なんですけど、はい、そうですね。じゃあいつか、まあ、いつか、ね、見れるかもしれんね、はい、うん、ぜひ。終わりました、はい、ありがとう、はい、お疲れさまです、はい、ありがとうございました、はい、高井お疲れです。お疲れです高井、今回のテーマ、はい、高井に合ってるかどうか分からんけど、はい、ヘアスタイル、あ高井あんまりなんか変わってなさそうな感じするけど。そうですね、今のに落ち着いたのはいつからな。今のに落ち着いたのは大学、おお、でも近いな、2、3ぐらいですかね。2、3年生の時にこの感じで収まりました。ああそうなんや、はい、ずっとでもプロになってからも変わってないんやな。変わってないです。うん、一回ちょっとなんかコボちゃんみたいなヘア挟んでたけどちょっとあのやりすぎちゃったんですけどあったなちょっと横刈りすぎて、はい、ちょっと後ろと横刈りすぎて、あったね。どないさんってなったやつやな、みんなが、はい、みんなあのびっくりしたやつ、うん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 、はい、あれはちょっとやりすぎたんですよ。やりすぎたのあったけど、はい、まあ落ち着いてます確かに基本はあったな、はい、出したいわここにもう一回。ください、もう絶対出さないでください、ね、恥ずかしい。後ろからがいいよな、ほんであれな誰みたいになったもんなちょっとやばかったですね。ああもうスタジオみんな二度見したからお客さん全員ある意味、はい、注目されてたかもしれないです ね。そうやね、はい、それがまああってまああったけど、はい、その大学の 2,3 年前は、まあ、高校とか中もうでもその前はもうずっと長かったんで、うん、もう単発でもうソフトモヒカンまでいかないですけど、あちょっとそういう感じのもうむっちゃ短いうんうん、感じの髪型でしたね。それがいつからいつぐらい、どんくらいですかね。小学校の子、あもうそれぐらいから、うん、らへんぐらいからですかね。ずっともうサッカーやりだしてからずっとそんな感じの髪型ですね。ああはい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 、もうその前の幼稚園の時はちょっと長めの、まあね、親が好きな感じの、はいはいはい、やるよね、やらされてた髪型で、うんうん、もう自分のその時言わへんもんな、こうしてくれなんて、はい、絶対ないです、うん、その時はまあ可愛らしい、長かったん、はい、結構長、まあ長かったっすね結構、耳かぶりぐらい、そんくらいだったと思います多分。へえ、まあちょっと幼少期僕結構可愛かったんで。え自称、いや自称、ああじゃあじゃあじゃあ他己評価です。写真見たらね、はい、かわいい、かわいい。みんな子供の時はかわいい。違うんですよ。なんか僕でも、ほんとちっちゃい時。なんかちょっとモデルいけそうなぐらい？なんかそのスカウトがあったらしいです。え？そんくらい、あの、かわいかったです。そうなん？らしいです。でもよく子役で出た子、大人になったらこんな感じになるよね。あ、そうです。だからそれ、うん、その典型です。やめてくださいよ。なんか今、ダメだみたいな。ほんまや、やめてよ。僕やめとこうかな。そんな感じですね。はい、髪型は。
そうなんで実際モデルにはならんかったの？なってないっす。 それははい、なってたらまた違う世界行ってたかもしれない。いや絶対ダメっすよ。もうこの年になったらもうそれは停滞して廃れていくのが見えてるんでやらなくてよかったっすよかったって思ってる。今のこの感じこっちの道でよかった、はい、まあそうやな、はい、こんな危険な橋渡らん方やな危険すぎますね、はい、ね、うん、なんか逆に今度ちょっとやってみたいなみたいな部屋さえあるん？やってみたいっすか。うん、もうやらんくてもいいからこういうのちょっと興味あんねんなみたいな。いやなんすかね。いやでもその短かった時あったって言ったじゃないですか、うん、それ逆にこう今やったらはい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 、はい、もう一回戻るのもありかなとか。あ全然いいと思うよ。ありかなとか思うんですけど、だって半分ぐらいまで行ってたわけやし。そうです、もうあのコボちゃんの時は半分ぐらいまで行ってもう、ね、あれ上までやりきっちゃったら、まあ、やりきったらもうその姿になるわけやし。そう、まあ、いやでもねちょっと欲しい。いや難しいですね。あの髪型はあの若々しいからできたところもあったんで、ああちょっと今のこの年でやるとちょっとそう、うん、ちょっとちゃん短いのもええと思うよ。いや大丈夫です、もうこれでこれでいい。やりたいのはありません。ない、もうこれでいく。もうこれでいいです。そっか、落ち着いたんで。落ち着いたか。はい、そうやな。はい、もうはい大丈夫です。じゃあもうあんまり変化もないってことで。もう今後変化ありません。ここありませんありません、もう言い切ります。ありません。わかりました。チャレンジしません。はい、はい、でもサッカーではちゃんとチャレンジしてください、はい、サッカーは、はい、変化できるように頑張ります、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。はい、お疲れです。お疲れです。ありがとうございました。お疲れ様でした。